こけしイズハッピー、幸せになろうぜ。今年8月 G1 クライマックス公式戦、去年から G1 で17戦全敗の男が石井智弘相手に念願の G1 初勝利。嬉しかったな、みんながこう総立ちになってくれて、ああプロレスっていいな、楽しいなと思いましたね。でもそれが終着じゃなくて、やっぱりそこがスタートなんで、やっとチャンスというかもう来たなっていうのは思っておりますね。挑戦者本間朋晃、石井が飛んだ。本間が定めた狙いは第9代ネバー王者石井智弘。本間をぶっ潰してやる。あの8月以来俺は悔しくて情けなくてしょうがなかったから、ちょうどいい。今回のタイトルマッチ、本間の人生において大きな意味を持つ。今まででしたらチャンスというのは棚ぼた的に枕さんがいいフレンドだとかそういうことで代打挑戦者本間朋晃っていうのがあったんですけども、今回は自分の力で取った挑戦権なんで、このチャンスを生かしてベルトは取りたいなと思っております。しかも石井に対しては特別な思いを抱く。勝手に僕は石井選手の姿を重ね合わせて、インディー出身でありながら自分の力でのし上がってチャンピオンになった。ただ僕と違うのは、僕の場合は結果を残せない、そこだけだと思うんで、絶対こうだけの長い間だと思ってますし、やっぱ取るんであれば石井からガチでみんなのこけしで勝ちたいなと思っているんで。すいません、何で勝ちたいですか？みんなのこけしでね。みんなのこけし、こけしで、はい。小さなこけしでペースをつかみ、大きなこけしで勝利をつかむ。奇跡っていうのは起こすためにあるんですから、二度も起こるし、三度も起こるし、だから人生って面白いでしょ。ネバー無差別級ベルトっていうのは本当に男臭くて、その中に俺が入らなかったら誰が入るんだっていうベルトだと思ってるんで、みんなのこの声援を受けて奇跡を起こして大本間コールでネバー戦を締めたいなと思っております。行け本間朋晃、今こそ夢をつかめ。大田原さん、今日は絶対俺が勝ちます。ネバーベルト巻いてみせます。こけしハッピー、幸せになるぜ。ネバー無差別級選手権試合、挑戦者本間朋晃 VS 王者石井智弘。